第2章ではイベントについて解説します。イベントを使用すると、さまざまなタイミングでマクロを実行することができます。イベントはユーザーがマウスやキーボードを使ってフォームやコントロールに対して行った操作のことです。 VBA ではマクロを動かすきっかけとしてイベントを使用します。イベントはオブジェクトによって種類が決まっています。例えばコマンドボタンにはクリックされたときに発生するクリックイベント、マウスポインタがボタンの上に来たときに発生するマウスムーブイベントがあります。またブックにはブックが開かれたときに発生するオープンイベントや、アクティブになったときのアクティベートイベントがあります。これらのイベントが発生したときに自動的に呼び出されるプロシージャがあります。それはイベントプロシージャと言われるものです。まずはブックが開かれたときにフォームが自動的に起動するようにします。使用するイベントはブックが開かれたときに発生するオープンイベントです。プロジェクトエクスプローラーでディスワークブックをダブルクリックしてください。デザインウィンドウからコードウィンドウに表示が切り替わります。コードウィンドウ左上のボックスをオブジェクトボックスと呼びます。オブジェクトボックスのドロップダウンリストを表示します。一覧からワークブックを選択しましょう。するとコードウィンドウに空のプロシージャが追加されます。これがブックのオープンイベントが発生したときに呼び出されるブックのオープンイベントプロシージャです。イベントプロシージャはオブジェクト名とイベント名をアンダースコアでつないだものがプロシージャ名になります。先ほどオブジェクトボックスでワークブックを選択したら、自動的にオープンイベントが選択されました。これはワークブックオブジェクトの標準イベントがオープンイベントに設定されているためです。他のイベントを使用する場合には、オブジェクトボックスの右側にあるプロシージャボックスのドロップダウンリストから選択します。ではイベントプロシージャの中にフォームを自動的に起動するようにコードを追加しましょう。ユーザーフォーム1ドットと入力してリストからショーを選択します。ここでは対象となるオブジェクトを指定するためにユーザーフォーム1と記述しています。ショーはフォームを表示するメソッドです。プロジェクトエクスプローラーでユーザーフォーム1をダブルクリックしましょう。デザインウィンドウに切り替わり、フォームが選択されている状態になっています。プロパティウィンドウを確認すると、その他の項目の中にオブジェクト名があります。これはネームプロパティのことです。フォームやコントロールはネームプロパティの名前でオブジェクトを指定します。ではイベントプロシージャの動作を確認してみましょう。ブックを一度閉じてください。サンプルファイル社員名簿 .xls を再び開きます。セキュリティ警告ダイアログでマクロを有効にするを選択すると、フォームが自動的に起動してきました。ワークブックのオープンイベントプロシージャが正しく動作するのが確認できました。右上の閉じるボタンをクリックしてフォームを閉じてください。続いてフォームが表示されたときにテキストボックスにシートのデータを表示するようにします。フォームの起動時には2行目のデータを表示します。次へ移動ボタンをクリックしたときは次の行のデータを、前へ移動ボタンをクリックしたときは前の行のデータを表示します。つまり3つのイベントが発生したときに処理を実行することになります。一つ目はフォームが表示されるときで、使用するのはイニシャライズイベントです。
これはフォームが読み込まれ表示される直前に発生するイベントです。残りの2つはコマンドボタンがクリックされたときに発生するクリックイベントです。まずはフォームのイニシャライズのイベントプロシージャーを作成しましょう。その前にフォームに配置されているコントロールのオブジェクト名を確認しておきましょう。それぞれのオブジェクトは画面のような名前になっています。覚えておいてください。ではイベントプロシージャーを作成します。コードウィンドウにはフォームが表示されているのでコードに表示を切り替えます。フォーム上で右クリックしてメニューからコードの表示をクリックするか、あるいはプロジェクトエクスプローラー左上のコードの表示ボタンをクリックします。コードを表示することができました。コードウィンドウにはフォームのクリックイベントが自動的に作成されています。オブジェクトボックスはユーザーフォームが選択されています。プロシージャーボックスからイニシャライズを選択しましょう。フォームのイニシャライズイベントプロシージャーが追加されました。プロシージャーの上にフォームの初期設定とコメントをつけます。クリックイベントは必要ないので削除しておきましょう。続いてコマンドボタンのクリックイベントを追加していきます。これは今までと別の操作方法でイベントプロシージャーを追加してみます。プロジェクトエクスプローラーの上にある左から2つ目のオブジェクトの表示ボタンをクリックしてください。フォームを表示することができました。前へ移動ボタンをダブルクリックしましょう。コードウィンドウに切り替わりコマンドボタン2度クリックイベントが追加されました。オブジェクトをダブルクリックすると標準に設定されているイベントのプロシージャーを追加することができます。同じように次へ移動ボタンもダブルクリックしてクリックイベントを追加してください。コマンドボタン2の上には前へ移動、コマンドボタン3の上には次へ移動とコメントをつけておきましょう。